古代の竜奈良か、はい、で入場可能回数週に3回入れるからね。マジでね蹴られるからな普通に。戦闘力足りない人がいるんで抜けます。もうクリアできない、まあ、その時点で本当に厳しい。前かデバフ要員が2人いたから俺回復要員として入る。今使ってる召喚士がさ回復要員なんだよね。こう回復系はい来ました。アンネイブトゥムー 俺なんか知らんけどさチーム版ダウンロードして開いたら英語音声なんやねこれ。まあ直したらいい話やけどさ設定で。抜けるか蹴られるか厳しい世界だ。ほんまやな俺抜けてたしな。はいデバフ解除。今ね竜の方向っていうさめちゃくちゃねどんどん溜まっていくんですけどこの竜の方向の間にね規定ダメージ削らないとさ全体にすごいなんかあの強い攻撃で死ぬわけよ。ここで選別される。お前の戦闘力がねこのダンジョンを超えるのにふさわしいかどうかね選別されるんですよ。なんかいけそうな気がする。みんないけそうだわ、いけそうな気がする。でここでトラクターに変えます。はい、トラクターに変えます。でトラクターはどういうね意味があるかというと敵にさバリア張っててトラクターの挑発入れたらさバリアが剥がれるんですよ。なんでか知らんけどそういう仕様になってるんだよね。だからトラクターを育てた俺は。ここ紫のねこのバリア張ってるやついるんですよこれ紫色の。うわ振動えぐいぞ振動が。でこのモンスターたちさ一目散もう召喚士攻撃してこないんだよね。この封印石ってやつに攻撃してくるんですよ。はいトラクター用済み。これ無敵のバリア張ってくれてボスの最強攻撃防いでくれるんですよ。トラクター便利だな。それ現実世界でもそうやな、ね、現実世界でも。はい来ました、火力確認期間。育てなきゃよかったと言われたピグマ、あれ本当にねいらなかったわ。あクリアできそうやわこいつらと。もう一回行きたいな。このダンジョンさ多分ね何百回ぐらい行ったらね売れる武器が出てきて何百回もかからんか、それで、まあ、お金を稼ぐと言っても過言ではないぐらい。課金しない人らはもうずっと行かなあかん。あし、あ大丈夫か、びっくりした。飛んでさ全体なんか最強攻撃食らわすんかと思った。クリアできないじゃんと思って。多分いけるわ。ナイス。で右下でさいろんな武器を切り替えて、まあ、武器切り替えると属性を切り替えるんだ、ね、この属性に伴ってなスキルも変わるんだよね。さっき緑色のさ武器にしてたんだけどあれはねデバフを一つ消してくれるんだよね緑で。この今さもやもや燃えてる炎あるじゃん、あれね HP が満タンだったらその炎は消えるんだって。あれなんか入った、ドラゴンの怒りのイヤリング。
微妙。微妙。あと2回も消化せなあかん。無課金勢には必須な戦いなんですね。もうレイド行かなあかんよ絶対。やばこの人、パトラッシュ。パトラッシュもうあかんやろ。パトラッシュ、パトラッシュを連れていけるぐらいのレベルおらへんやろ。このハルハルちゃんも無理でしょ。ハルハル、んーダメよ。ビッグマンも無理よ、ビッグマンも。コモーモーはどう？コモーモーは多分いけるわ。うん。あ、抜けた。で、このゲームさらにすごいシステムあってさ、みんな。この俺のさ、左上見てください。ここ、若葉マークがついてるじゃん。一つアカウントにつき、この若葉は多分ダンジョン行く、回数制ダンジョンに行くための、まあ、なんか初心者みたいな感じでね。俺まだこのダンジョン全然行ってないから。で、この人はこう若葉マークついてんだよね。1週間に入場回数3回ぐらいしかないんだけど、このレイドね。で、この人は入っても3回消化した後に 入れるんですよ。そう。ね。入っても報酬は普通もらえないんだけれども、消化回数が全部消化しろからね。で、その代わり若葉マークの人と一緒に行けば、ここに、ね、示されてるような、まあ、そういう報酬をね、ちょびっともらえるんですよ。それを若葉狩りって言うんですよ、皆さん。すごない？若葉狩り。このパトラッシュちゃんは、その若葉狩りの人たちを、まあ、待ってるっていう感じかな。でも22万っていう戦闘力はね、あまりにも低すぎるんで、多分ね、入れないはずです。だこの人若葉ないんやけれど、まあ、若葉待ってるんですよ。俺みたいな有料若葉を。なんでこういう仕様にしたんやろうね。ずっと生かさないためだなんだろうね、多分。もう廃人がずっと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 回せないために、多分こういうシステムにしたと思う。俺はシステム構築がやばいよね。あとこのゲーム結構ね、敷居高い気がするんだよね。サマナゾーってね、聞いたことある人ね、あると思うんだけどね、これより前にこの会社はね、出してるゲームあるんだよね。サマナーズウォーっていうね、スカイアリーナやっけ。それやってないとね、意外とね、そこまでこのゲームを愛せない、うん、よし、はい、皆さん、そう、出番です。トラクターの、トラクターの出番です。よく考えたらそうやん。トラクターこのためだけに作られたからね、俺に。マジでそうだよ。他にもね、代用できるモンスターはいるんだけど、ね、でも俺はトラクターにした。かっこいいから、ね、かっこいいねんこいつ。はい、トラクター出番終わり。で、炎の武器ね、今火属性の武器にしてるんですけど、これはなんていうかな、皆のクールタイムをね、短縮する技なんですよ。そういうのあるんだよね。パーティーでね、使うとすごい恩恵大きくない？みんなのさ、技のクールタイムを短縮するんよ。完全にサポートやな、このキャラ。で、この緑色はさ、弱体化を1個消すんよね、デバフを。だから敵がね、デバフ貼ってくるときに、それに切り替えて消すって感じ。これ倒せなくない？死んだ。あ、いけたいけた。やった！連続でいけるなんていいね。これ週末にやって先週の多分消化できなかったんだよね。ナイス。サポート活かせる人はゲーム上手い印象ある。誰のことですか。パトラッシュ、これパトラッシュ放置してるやろこいつ。俺がさ、俺このレイド一回行ってもさ、あいつまだおったんだよ。放置してるやろパトラッシュ。開幕からぶち込んでいくか。開幕からこのね、火で、火属性の武器でみんなのスキルを短縮させよう。 Unable to use。 で、これ今韓国サーバー、アメリカサーバー、日本サーバー、アジアサーバーっていうのがありますからね。日本サーバーはね、4月、まあ言って最近オープンしたからね。今からやっても全然追いつけないから、みんな。全然追いつけねえからもう。うん、再課金しないと。なんかあるじゃん、今からやっても遅くないよみたいな、そんな甘えたことは言いません、はい、もう追いつけねえから。
アルヘンに切り替えて、今回俺たち火力少ないぞ、火力めちゃくちゃ少ないよな。パトラッシュが誰もに組んでもらえない。ちょっと戦力高くないわ、しょぼすぎて。あれはちょっときついね。あ、皆さん、そうトラクター、はい、この炎を触れたらね、持続ダメージ食らうからね。普通にダメだよ触れちゃ。みんな俺トラクターと帰れてない、帰れた帰れた。脇かゆっ、え、みんなトラクター死んだ、みんな俺のトラクター死んだわ。トラクター運、運じゃない、ルーンつけてないかもしんない。裸でトラクターをこのレードにぶち込んでた。みんな俺死んだんだけど、なんで？え、なんで？え、トラクターが裸だったから。でも2回連続していけたじゃん。カリフォルニア BGM めちゃくちゃ悲しいし、なんか知らんけどめちゃくちゃ甘い声してるやんこの男。カリフォルニア、いや服着さしました、光やびいな、この BGM いいな。最初からもう一回聞くわ、大音量で。よっしゃ、 BGM でかい、大丈夫ですか。大丈夫です。なんで負けたんやろうな、今回火力高いわ。なんか戦闘力40万の人がいるからさ、強えや。俺37万からさ上行けないんだけど。 BGM 大丈夫です、 OK っす。あ、皆さん、そうトラクター、はい、さっき、え、でもさ、さっきトラクターが死んだだけで俺のさこの封印石残ってたから、あれなんで死んだんやろな。トラクターいでよ、いでよトラクター。このね、めちゃくちゃメラメラ燃えてるこのボタンはさ、究極スキルみたいな感じでめちゃくちゃ強いんだよね。でこの究極スキル打つと星5、準星5、まあランクがすごい高い SS レアみたいな感じのやつが、それにこうして同じように究極スキル使ってくれるんだよね。でそれはここに置いてるキャラだけなんだよね、このなんていうかな、まあ、ソウルリンクっていうのよ、そのシステム。今ねその位置にラキュに置いてんだよね俺。ラキュには純星5すごいやつじゃないからリンクしてくれないんだよね。だからわざわざこのアルヘンに切り替えて、こいつ純星5やからさ、切り替えてからスキル打つ。意外とね操作いるゲームなんだよね。はい、ここで来ましたね、サポートが上手い人はゲームが上手い印象ある。はい、そういうことですよね。そう、私のことですね、いろいろ考えてる、考えなきゃ。いや、なら、はい、勝ちました。 OK ナイス。やっぱ40万の人強かったな。俺武器欲しいんだよね。これもう売れないんだよね、貴族品みたいな感じで。こういう感じでね、画像でもらった装備って売れないんだよね。これがハテナってついたら取引所に載せれる。すごい高い値段で売れるんだよ。スターチャイ、なんだよお前、どうして登録しない、簡単だろ。はいよ、そっちじゃなくてこっちだよ。そいつも登録したよな。